アニメや和食などの日本文化を生かした関連産業のさらなる成長に向け政府は新たなクールジャパン戦略の案をまとめました一連の産業は世界での存在感を着実に高めつつあるとして国の基幹産業と位置づけて取り組みを後押ししおよそ10年後の2033年までに今の倍を上回る 50兆円以上の経済効果を生み出すことを目標に掲げました具体的な取り組みとしてデジタルコンテンツの海外展開の転換の強化や海外展開の強化や映画の日本でのロケの誘致促進に加えクリエイターの待遇改善などを推進するとしていますまた 自然や文化財を活用した付加価値の高い観光商品を通じ地方都市を含め全国にインバウンドを拡大していくことや食文化の輸出先の多角化を図っていくことなども盛り込まれています。